はい、今日の報告をします。でもなんか今日はなんか昨日カタログを切りすぎて手が痛いんでちょっと一冊だけにしましたね。内科学会 CKD っていうのが慢性腎炎キドニーなんとかなんとか、ね、なんかヤマダ電機で健康グッズを自転車座って寝てできる自転車のあれを見たらスレンダートーンがありました。低周波で筋肉を腹筋300回分にってあれを親の足につけて筋肉をちょっとつけさせましょうかね。親が歩けないのでもう歩けないので大変です。まあ仕事だと思えばいいんですけどね。厚生年金が入るというね。いや僕は武田の商品売りまくってますからまあいいんですけど、それで、はあ、まずは自分の体調を整えないといけない。55型、ビッグカメラのアウトレットで安いのありましたけどね。ビッグカメラのアウトレットで安い、20万以下で60型ぐらい、55とか60、70があります。欲しいですね。でもあの後になんか親の体が悪くなってある気です。関係ないですかね。お、なんか出てますね、いっぱい面白そうな。お、なんか安いのありますよ。7,000円、4万円。120円で伊藤園のこれがあります。伊藤園といえば伊藤君を思い出しますね。伊藤君とはよく釣りに行ったなっていう。小学2年生3年生の時、まあ、僕の幼稚園からの友達の伊藤君っていうのがいて、川の魚の釣りの好きな人で一緒によく釣りに行ったなって思い出から伊藤園を思い出します。伊藤博文さんはうちの地元の偉人ですけど、松村さんが伊藤博文のお墓に行ったのが松村邦弘さんが